Outside looking in, all that time, never even knowing.
恐ろしい女王の手から逃れた彼女は
森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。美女と野獣だね。昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみそらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。